赤組第1走者はバンダーレ八戸のバンタです。そして第2走者は東京ベルディのリベルンです。そして第3走者が福島ユナイテッド FC の福の島日之助です。そしてアンカーですね、第4走者は浦和レッズのレディアです。さあこの赤組に対する白組、第1走者は大分トニータのニータンです。ちょっと心配やけどな、ニータンがどれぐらいね走れるのか動けるのかってちょっと注目ですけども。そして第2走者はビファーレン長崎のビビ君です。ビビ君かわいい。そして第3走者はサガン都市のウィントスです。ウィントスも走れるかな。ウィントスはもう今年の契約はもう結んだの？あ、まだ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 、あ、そうか、シーズンギリギリな時に契約するのかな。そして第4走者は名古屋グランパスのグランパスくんです。あのバトンが私できないので、このマスコットをこうやって抜いたところで、まあ、バトンを渡したというタッチしたということにします。ちょっとこの第1走者はかなり勝負鍵握ると思うんですけど、ニータンがどれぐらいのパワーが出るのかっていうのね、ちょっとあの注目ですけども。さあそれではいいですか、第1レースリレーです。いきましょう、よーいスタート。あれ、バン君もう酔っ払ってます。お酒を飲む、ニータンちょっとニータン、もうちょっとこれはレースにならへんな。パリちゃんどうしたの、パリちゃん出た、台車が出た、台車が出ました。パルちゃんがニータンを台車に乗せて、そしてこちらはリベルンがいいよ、リベルン行っちゃっていいよ。さあニータンを台車に乗せて、パルちゃん頑張って。そしてもうこちら赤は福之島猪之助がもう第三者に一番いい、福之島に乗っても行っちゃってもいいよ。ニータン頑張る、パルちゃんも。そしてもうこちらはレディアにもタッチしちゃった。はい、これはあ、キミ君、キミ君、あれ、はい、ウィントス、ウィントス、ウィントス、あ、いけるぞ、グランパスくん、グランパスくん、グランパスくん、抜いたー。白組、このヤイチレースは勝利です。ちょっと赤組余裕がありすぎて、レディアもちょっと余裕持ちすぎた、レディアちょっと余裕ありすぎたかな。でもグランパスも早かったね、グランパスも早い。レディアどうした、どっか痛めてるの、レディアちょっとどっか痛めてるの、大丈夫、いやーちょっと膝が、いやーでも白組のあのパルちゃん、いいコンビネーションでしたよ、パルちゃん台車で兄ちゃん運んでよかった、あれがよすごかった。そうで、ビビ君も早かったし急に加速しました、見事でございます。さあそれでは第2レースいきましょう、第2レースです。さあ第2レースはまずは赤組の第1走者は北海道コンサドーレ札幌のドーレ君です。そして第2走者は鹿島アントラーズの鹿尾です。第3走者は栃木 SC のトッキー、そしてアンカー最後は横浜 F ・マリノスのマリノスケです。さあそして白組は第1走者松本山口 FC のガンズ君です。第2走者は千恵源金沢の源藤、
そして第3走者はヴィッセル神戸のオービー、そしてラストはサンフレッチェ広島のサンチェジュニアでございます。あ、サンチェ、おったおったおった、頑張ってよ、頑張ってよ、ラストね、そう、アンカーね、頑張ってよ。さあ、それでは大輝です、よーいスタート。早っ、マジや、これはマジいいよ、ドッキーも行け行け、ドッキーも行け行け、やばい、シローさん、おー、前に押して、ゴー、前に押して、ゴーゴー、お、来た、モービー来た、はい、はい、早くなる、モービーが、違う、サンチが行かないと、サンチが行かないと、サンチが行かないと、よーい、スタート。頑張れ、赤組勝利。いや、第2レースはかなりこうスピーディーな戦いになりました、現在マックの皆さん聞いてくださいよ、3対2で赤組がリードしています。で、リレーが最終レースになります。これは仮にね、白組が勝ったら3対3で同点になって PK 合戦っていうわけにもいきませんから、この勝負に勝ったチームに2ポイント差し上げます。なので、白組逆転のチャンスありますので頑張っていただきたいと思います。まあ、これに勝てば、今回の大運動会の優勝が決まるということになります。それでは最終レースメンバーを紹介していきましょう。赤組第1走者はモンテディオ山形リーゴです。第2走者 FC 松田ゼンビアのゼルビー。第3走者 FC 東京の東京ドロッパー。これは速いぞ、これは速いぞ。そして第4走者はキャプテンですね、バンフォレコフのバン君です。裸、バン君裸、バン君上着脱いだら裸ありがとう、ありがとう。さあ、そして白組、第1走者はFC 岐阜のギッピーです。ギッピー抜かなくていいよ、ギッピー抜かなくていい、抜かなくていい、抜かなくていい。そして第2走者はガンバ大阪のガンバボーイ。そして第3走者は徳島ボルティスのボルタ君です。あれはな、あれはちょっとやばいよな、これやばい、でもそこは頑張ってよ、そこはほら、ね、知らんふりやもん、全然知らんふり、すごいやろ。そしてこちらのラストはキャプテン、キラバッチ北九州のキランです。これはもう最後のこのキャプテン対決、抜かなくていい、キランも抜かなくていい、これは最終のキャプテンもかなり大事になってきます。両チームの勝利がかかった最終レース、それでは早速いきますよ。第3レース、最終レースです。よーい、スタート。さあ、まずは白身リード、ガンバボーイ、はい、ガンバボーイ、はい、ボルタ、ボルタ、はい、トロンパ、トロンパ、トロンパ、意外と速くね、逆、そっちね、そう、前、前、こんな動きで、コミカルな動きで、早く、出ました、このマスコット、グダグダワード、ゆっくり楽しみたいと思います。これ、どうやって収集するんでしょうか。もうこれは、ほぼ、レース終わっておりますが、終了。このレース、白組の勝利。どうした、どうした、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、違う、いいのよ、いいのよ、いいのよ。
いや、全然いいのよ、いいのよ。ただこの2例の結果を受けまして、この2022年のマスコット大運動会優勝は白組です。いやー、やりました。ばあちゃん、金が欲しい。白組いいの、たったこの番号どうしたの。キャプテンとしてやったらあれは不甲斐ないよ。最後、はい、さあ今また収集つかないマスコット劇場が繰り広げられておりますが、はい、じゃあ一度皆さん整列しましょう。はい、皆さん整列しましょう。今日はあの富士フイルムスーパーカップ2022の後ですね、こういう感じで、マスコット大運動会というのを開催いたしまして、あの本当に最後まで皆さん残していただいて本当にありがとうございました。